あのラストプレイはお前が相手だから仕掛けられたんだよ。お前の能力が優秀だから、あの状況で無理にでもギリギリのパスを出せるお前の才能を俺と潔は信じたからギャンブルできたんだ。マジ紙一重だった。やっぱお前はすごいんだよ。だから今は先に行くけど、この先でまた。だったら取れよ。慰めなんかいらねえんだよ。はっきり言えよ。俺のことなんかもうどうでもよくなってんだろ。変わっちまったんだよお前は。二人で世界一になるって俺との約束も忘れる人間にな。見捨てるならちゃんと見捨てるよクソが。だったらさ、ここでお前を選べば満足なの。でワクワクもしないのに気持ちだけチームになって、世界一ってそんな甘っちょろいことなの？俺らの約束忘れてんの？お前の方じゃん。つか、なんかもういいや。めんどくさいよ、レオ。もう、知らない。なあ、レオ。選ばれる方じゃなくて、選ぶ方になれよ。何のためにサッカーやってんだ、お前。世界一のストライカーになる人間しか、ブルーロックじゃ生きらんねえぞ。下向くな、見届けろ。ここで目をそらしたら、俺たちは終わりだ。